エレーナ・グレボアは、エストニアの女性元フィギュアスケート選手。兄は、フィギュアスケート選手のイリア・グレボフ。2006年トリノオリンピック、2010年バンクーバーオリンピック、2014年ソチオリンピックエストニア代表。エストニアのダリンに生まれ、父は、ロシア出身、母は、フィンランド国籍を持つ。グレボアは、ロシア系の姓である。 5歳の時にイーリアのフィギュアスケートの練習について言ったのがスケートを始めるきっかけとなった。10歳で初めてダブルアクセルを飛んだ。12歳の時、スーパーマーケットでたまたまアンナレバンテイと会い、以来コーチを受けることになった。2004年、14歳でエストニア選手権を優勝。2005年には、 オリンピック最終予選となったカール・シェーファーメモリアルで出場枠を勝ち取り2006年のトリノオリンピックに出場した2007年からは世界選手権でフリー進出を続けている2010年欧州選手権は地元エストニアでの開催で自己最高の10位に入ったバンクーバーオリンピックにも出場し FS に進出を果たした 2010年のエストニア選手権では3位となり、欧州選手権には出場できなかったが、他の選手の出来とユニバーシアードの成績を加味され、世界選手権に派遣された。シーズン終了後にコーチをイゴール・クロカビッチとクレイグ・マウリジと変更した、アメリカへ練習拠点を移した。2014年5月21日、現役からの引退を発表した。 エブリシングイズニューフォーエストニアエスエレナグリボーバ、ハット、ティップスポーデストルーバナッドレーナグリボーバ、ミューカージャーオリスーレパレーンシークレス、ハットエービオリンピック最終予選、国際スケート連盟主催、ワールドフィギュアスケート三十五新書館、二千八年十二月、P 七七ハットエービエレーナグレーボは、公式サイト、カラーオブコスチューム。 フィギュアスケートデイズボリューム9大 X 出版2009年4月ピアニッシモ58から61ありがとうございます